大体300人。もう俺は5番以内しか興味ないから、もう6番以降だったら捨てて帰るわ。一般で入る。12345しか当たりないから。2個あるな。2択こっちや。あ、終わった。お疲れお疲れ。あ、絶対空いてる。だよ、見つけたわ。ベンデッタ、ベンデッタ絶対空いてる。もうちょっと、いや違う違う、5番以内以外は全部一緒って考えてたから、別に何番でも一緒だよね。これ何が見たい、何が見たい、何が見たいってよくピロタとやるよ。何見たいっつって、その番号で取れるやつ。いや、じゃあ1番だったら、1番だったらブブブですよ。じゃあ50番だったら、あーカラクリ。100番だったら、にゃんこ。150番だったら、150番分かってねえな小勢は。そこは全部、もうそっから先全部にゃんこにゃんこって言ってけばいいんだよ。にゃんこでいいの？どうせ絶対取れるんだから。取れないよ。取れないの？取れないと思う。でも俺まだ打ったことないし、打ちたいとも思わない。なら乃木坂の方が打ちたいわ。あ、乃木坂見たい。見たいの？本当に、うん、面白いんでしょ。あんの？あるかどうかですね。乃木坂ないですね。ないです。ないですか。おはようございます。おはようございます。うわ、26番も飛んだわ。グランベルムが全部埋まってる。俺の2の矢がグランベルムアウト。このスバとか埋まってるもん。何が打てんのよ。あ、ラブキューレ入ってる。ラブキューレチェックね。カラクリも埋まってる。ラブキューレ、うん、ラブキューレ。キン肉マン、キン肉マン開いてるよ。あー、もう打ちたくない。二度と打たないと決めたキン肉マンにゴー。二度と打たないと決めたキン肉マン。前回ここカラクリで大四五六角出たんや。俺二度と打たないと決めたんだけど、キン肉マンは。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。私はサスケと言いますが、あなたは誰ですか？私は小杖と言います。はい、ということで本日は2023年の10月の6日でございます。やってまいりました、2度目ですね。じゃらん平塚店やってまいりました。前回来た時、何を隠そう、銭形をね打って初めて六角して、でまあボコボコに負けて、結果バルブレイブに移動して、まあ十何万負けた、そんなお店ですけれども、まあ設定の方は、まあ前回もめちゃめちゃ並んだんで、銭形六角を含めブブブも全4、5、6ぐらいありそうな、そんな温度感の中、本日も平日にもかかわらず360名ですか。はい、抽選が183番、バルブレイブ5台、カラクリサーカス5台、ダメでした。ということで取った台が筋肉マン。まあ、前回の収録でもうちょっと筋肉マンやだよって感じだったんですけど、まあ、言うて前回もまくりましたし、まあもう筋肉マンラス1空いてたんで、しかもね前回、まあ、前回が結構前なんですけど、カラクリサーカスがちょうど寝台で入ったぐらいの時だったかな。カラクリがあった場所の内角、前回カラクリシコロ角出てた場所の筋肉マンが空いてたんで、あわよくば作戦で、まあもう朝やっぱ入場が結構殺気立っててね、あんな殺伐とした空気の中座ってしまったらもうしばらくは移動できないんで、はい、もう設定、まあまあわかんないですけどね、どういうところに設定差があるかもわかんないですけど、とりあえずは信じて、まあ怖いけど最近だから考えをね思い直してるというか、いや怖い怖いってカラクリも打ってなくて、最近カラクリの面白さに気づき始めて、でもコメントとか見てると、いやいやバルブレイブ打ってるやつが何を言っとんねんと、まあ確かになとは思いましたけど、ただバルブレイブ結構設定入るんで、で肉とかカラクリに関してはまあ分からないんで、アンノーンなんで、まあ怖いっていうところもあるんですけど、まあまあ最悪設定なくてもアームでなんとかなるし、逆に設定あってもアームなかったら滅びるし、まあそれはもう昨今の洗い台は全部そうなんで、肉やっていきます。ということで、二度と打たないと前回の収録で決めた筋肉マン、早くも打ってしまうことになったけど、小杖クイズ。筋肉マンを打つにあたって、からくりでもそうなんだけど、ルール1個だけあるんですよ。ルールというか、まあ自分の中でのまあルールかな、マイルールなんでしょう。ルールというか、気持ちの持ち方みたいなもんなんだけど、隣の人が出してても嫌いだしね。いやそれは無理。それはごめん、無理。諦めない。惜しい。やめろ今日、間違えない。違う。辛い展開になってもっていうことなんだけど、ヒント、これが5に見えるか。ギバッ、答えが知りたい。投資5万円までは文句言わずにニコニコする。え、珍しい。珍しいか。もうカラクリも筋肉マンもやっぱ5万円はかかるものだから、筋肉マンでもう5枚目だよみたいなのはやっぱ分かってない。俺は俺なりに、それなりにパチスロ感みたいなものがあって、筋を通したいわけよ、俺の中のね。で見てる人からしたら、なんやこいつって思うかもしれないけど、俺は俺の中での筋を通したいわけってなった時に、筋肉マンを打つ、カラクリサーカスを打つ、もう何だったらバルブレイブを打つにあたって、5万円なくなってうんともすんとも言わなくてダメだって言ってるようでは、そもそも、いやそれはお前がその台のことを知らなすぎだと、この台はそんぐらいは平気で入る台なんだっていうことも分からずに打ってるのは筋が通ってないわけよ。知った風な口を聞いてるくせに全然知らんやんけど、
それがカバネリとかジャグラーなら別よ、5万円も入ったわで、まあまあいいんだけど、俺の中で筋肉マン、カラクリサーカス、バルブレイブは5万円っていうのはもう挨拶なの。挨拶、挨拶、おはようって、おはようって言ったら5万円なくなってるぐらいの感覚で向き合わないと、要はそれぐらいにしないと、結局は俺はメンタルが弱いのよ。実はサスケはメンタルが弱いんだけど、その弱いメンタルをコントロールしないと、まあ、やっていけないわけですよ、こんな毎日毎日で。そのメンタルコントロールの一環として、この台は5万円入るのは当たり前なんだって。だから別に今俺が5万仮に入ったとしても、もう2時間後に5万、下手したら1時間半で5万円入ったとしても、でもそれは筋肉マンに座った時点で分かってたことだよねと。だからパチスロ今日初めましての人だったらね、それで5万円急に1時間半でなくなったらはぁってなるけど、俺はパチスロ今日初めてじゃないから、18年目だから。ただ6枚目から急に不機嫌になるかもしれないけどね。で6枚目からがもう勝負みたいな。5万円は変な話1でも6でもなくなって仕方ないものだから。ちなみに今のところ2回連続で朝一チャンスモード引っかかってるんだけど、それ引っかかってないとちょっと悲しいな。朝一チャンスモードが 25% で、その 25% で100以内で当たるんだけど、全長走ってないからもうダメ。チャンスモード飛んでたら300以内に当たるの。ここが150万パワーになったらメニューボタンを押して、しごろ角が出るやもしらん。私はレフェリーが出ればしごろ角。150万パワーだ。お151。あ、ほん、あれこれね、でも嘘なんだけど、150万になっても絵があの筋肉マンのままだったら SP モード発動濃厚ってインターネットには書いてあるんだけど、直近で一昨日それで SP モード発動してないのを見たから、本当の意味での濃厚なんだろうね。パチンコパチスロにおける濃厚ってもう確定なんだけど、本当に濃厚なだけでも一応可能性としてはあってもいいんじゃないのこれ。ああ朝一は向こうとかあんのかな。172、A 点か。正義超人は見て一番渋いやつやんけ。おお、赤いよ、勝ってるよ。2を否定したら7以上らしいから、アトランティスね。ああ、アトランティススタートを2で、ああダメだ、普通だ。ジャギみたいの来た。チャンスベル、さあ黄色がつけばサブ1チャレンジ。サブ1、このサブ1取ったらマジでかい。黄色、なんでやねん、そこがね引けないのよね。普通だね、アトランティスからのスプリングマンで入場したね。はい、緑、ここで緑引いたらマジででかい。ナムさん、ブブブがいいね。2台スーパー入って、今もう2台ともドライブ飛んで、まあ、抽選強者じゃないと打てない、5台しかないから。360人並んで5台だからね。そうだ、ちょこちょこ言われるんで一応ここで皆様にお伝えしておくと、まあ私知っての通り北斗の拳はもう絶対に打たないって決めたんですけれども、それは代行でも同じでですね、はい、無双転生チャンスって言われても、ちょっとすいませんがお断りしてますので、どうか嫌な気分にならないでいただきたい。というか、まあこの動画公開以降それを言ってくる人は変な話で動画を見ていらっしゃらないということですので、はい、まあ、代行とかは基本的にもう何でも時間がない、取り切れないとかそういう状況でなければ基本的に やってくれと言われたらやりますけれども、はい、無双転生チャンスというか、まあ、北斗の拳はマジで俺打たないんで、代行でもそれは揺るがないんでお断りしてますのでご了承お願いします。912、 A 点2発。1回 B 上がればね、上位行くまではずっと B 以上なんだけど、この A から、まあだから設定がないってことなんかな。引いた、サブ1、サブ1、強チェーンは確定です。耐えた、緑、耐えてる耐えてる。ここでスイカを6回引けば、頼め、滑れ。あー、これをまた外したよ。フェリー、頼むよ。サブ1そろそろいいだろ。ここで赤がつくだけなんよ。頼む、サブ1よ。よし、OK、よき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 。頼め、燃えろ友情。来ない、
局これ引かないで継続することほぼないんだよね。緑まずいよ、頼む、よいしょ、天才天才、来てる、よし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 、これないよね、これができれば苦労はないと。ナイス強チェ、いやー弱い弱いけどつけ、よし来た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 、しかもだよ、さらによ、いやあそこの画面は多分有効だよね。でさらに引けばいい、2個つくわけだから0球引けば 66%0 球0球何でもいいマジで、まあシェリーが一番いいけど、なんでお前そのサブ1なんよ、それはないでしょ、いや今のマジ痛恨だわ、いや引かないか、いやー頑張れ頑張れ頑張れ、よし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 、つけ、引かないけど噴火入ったからこれこっから多分全部85だ、引くしかねえ、ここまで耐えたなんとか、いやーまずい、頼むぞ、よし来た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 、あと2個よ、あと2個、 85% つけ、よし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 、赤いよー来てる、ということはだよ、これ勝ってるとすればここで0球引ければ勝ちだ、いやー0球煽り切れば激アツ、 66% 0球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 、頼むマジで1回引くだけ、いや引かねー、マジで引け、マジで引け、ラスト、いやー引かなかったけど、まだあるまだあるまだある、ここ、あー勝負どころ、つけ、よし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 、もはや何でもいい、燃えろ友情、許して、マジで許して、マジで許して、無理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 、いやお願い、なんでだ、うん、ごい、来たろ、よし通した、天才的に通したわ、うめえ楽しい、あーオッケーオッケーオッケー、いやーこれいっぱい出さないとな、これ終わったらやめるまであるからな、やっぱ A 点 A 点だし、この最初の突入で負けるやつって多分ガイモンしかいないよね、このように、3ポンズしたら終わりだからね、これ相手のキャラばっかだな、アナマン、これ継続したら確定、また弾頭台だけど、さすがに嘘だ、あ、下パネ消えた、はい、だよね、そりゃそうだよね、さあ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 、やってないよ、これやってない、100枚はやってない、なんか保証とかあんじゃねえかな、なんかよくわかんない、このこれでこれで取ったりするんだよね、そうそう、多分保証的なのがあると思う、最初はこれをなかなか伸ばせないんだよな、まあ、もともとそんなに一撃で出る類のじゃないと思うけど、取ってたよな、おほほー、あれ強制だもんな、それはそうだ、なかなか大変だな、
お、押せない押せないだ。まあここ入ったら一生同じことの繰り返し、腹切りドライブのない腹切りチャレンジみたいなもんだから、いや一生終わらせたくない、完走しないとこの後のお戻しがマジで大変だから、あれ難しいよこの台マジだ、お散歩しかしないもん。まずいまずいよ、お願い、あー散歩ーんず、ここからがマジきついんだよな。弱霊薬 58.6%、 強霊薬 100%、 なんでもないそれ以外 2%、 弱霊薬効かないと苦しいんだよな。 58.6%、 頼むぞ、よし、いったろ、 OK で 30%、 ほとんど戻したことない、はあ、やり直し、冷血きた、よし 58.6%、 頼む、笑いか、弱いなこれ、カットインが、あー最低だ、終わったということで花火、まあ今日はもう花火を打って3時ぴったりに帰りましょう、しょうがない開かないよ、バルブレイブもとりあえず5分の3でスーパーに行って、1台は7000枚ぐらい出て、もう1台もスーパー11連かなで終わっちゃってたけど、ドライブ1回でまあしばらくやめないでしょうし、もう1台のスーパーは全然だったけど、逆にまあ全然なら全然だし、稼働がすごいね、全然開いてない、ただ花火が開いてたのは朗報ですね、前花火でめっこめこに負けたから、からくりで出た球をほぼ飲ませたというね、悲しいことになったから、まあまあでも花火でそれはしょうがないんで、いや苦節何万ゲームぶりかわかんない、前回打った時が1300ゲームビッグなしだったからな、1600ゲームぶりぐらいのビッグだな、バルブレイブやめるんですけど、はい、え、なんかはは、ちょっと見ていいですか、ということでただいまの時刻が1時前ギリギリのタイミングでバルブレイブ開いたんで打ちます、前の方がミミズではないと思うんですけどラッシュに入んなくてと言って、まあ、現に革命ボーナス2回の決戦ボーナス1回ボーナス3回のみラッシュなしで、チャンスゾーンは軽いですって言ってたのがちょっと気になるところではありますが、まあ、全く情報はないんで分かんないですけど打ってみましょう、ちなみにバルブレイブは5台あって初手から結構ドライブ飛ばしてたところがもう 4,5 角出たということで、まあでもちょっとこれがいわゆるミミズ A ではないと思うんですけど、まあそのチャンスゾーンの謎当たりも謎当たりしたって聞いたらいやしてないですって言ってたんで、チャンスゾーンはよく入ってるけど当たったのは3回とで、ラッシュなし、まあラッシュなしなんで革命ボーナス2でマリエ覚醒もないと、まあ、正直全然わかんない、ミミズ A ではないというところぐらいしか分かってないんで、ただパッと見た感じ5台あってこの台以外はミミズがもう基本否定されてますね、みんなスーパー入って弾出てるんで、はい、これで400でシュッて当たって9万謎から決めたらまた花火に戻りますけど、うーん、キワいけどワンチャンあってもいい、キワだなこれ、キワ 40%、 ここ第3停止、あーおいった、ラッキー、なんか引け、気持ちいい、ナイス、 V0 になる若干気になるけど、よいしょ、悪ない悪ない悪ない、速攻よ、100枚しか使ってないよ、200のゾーン抜けで300で天才、最近革命ボーナスでね通せてないのよ、ベルが全く引けてない、今2連続で激少ない枚数だったから、やべちょっと面白い、すでにノーノー、ナイスナイス、これ行かなければマリエです、ここで行ったら OK、もう1個あるまであるな、さっきの前兆の分からあって、あのベル前兆からあればこの後さらにチャンス目の分もあっていい、
来い頼む。よし、ホールド2発、キューマ、キューマの耳は良くないよね。もったいないね。この辺でベルホールド一発取ったらでかいんだけどな。いや、先煽りはもう一発、あーダメだ。あーでも2連続だー、もうだよね。そうなんよ、やばい、足りない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 、足りてないよ。頼む頼む頼む、あと1回。よし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 、うまいぞ。6万ぐらい使ってラッシュ入ってない台に座って2000円でラッシュ入れちゃうっていうね、これが力ですよ。よしよしよし、あー奇跡起きねえかな。さあ参ろ、いける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 、イメージイメージ、オッケー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 、これマジで通したらでかいぞ今日。ここで連絡がチャンス目ない、イメージ、イメージ、あバカ、よし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 、耐えてる。いやー、そんな美味しい展開あるってやつやりたい。6万使って200のゾーン抜けでやめて300で当たってスーパーまで持ってったらすごくない。あーもう絶対通す絶対通す、レッグチェリーテリ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 、イメージドロドライブ来ないけど、もう楽しすぎる。スーパーですよ、ミミズ否定ですよ、やり申した。レッツゴードライブ、ナイフ、京都京都京都、いっぱい乗せますか。あー惜しい、最近ラッシュ全く伸びてないよ。今までの下振れがここで跳ね返ってくれば、バカ野郎、あぶねー、あぶねーよー、ダメだ、3までいってるよ。じゃオール10だしな、ちょっと良くないな、流れ良くないな。あーもう、まあまあそうなるよね、マジで終わってるわこの台、つまんないわ、からくりの方がおもろい、マジでつまんねえこの台。もう最近バルブレイブがおもんないわ、そんなことある、なんか下振れしかしない、戻ってもなさそうだよな。ミラコーミラコー、いやそこ共闘リプレイ、まあいいわ。ということで運命の一撃、ほうきほうき、さあ引かないか、引かねえ、やべえ、もう楽しいもう楽しいわ、999999、あ惜しい、ドゥー、あっと見せかけて、あっあっ、あーよかった、今日からくり打ってたら運命の一撃外してたわ。オッケーオッケーオッケー、今んとこ全部上振れてんな、花火だけはクソだけど、朝一抽選勝ってこの台座ってたら6万ぐらい負けてたわけだし、最近そういう上振れ方してるんだよな、打とうと思ってた台がクソへこんでるっていう、上振れてるわ。おお800で当たった、800で当たった、しかも証拠あっちー、
決めるよ、絶対決める。やばい、よし、ナイス、今日ツーベル、オーケー。今のあれか、ベルまだ1回しか引いてないのに、あの演出だいぶ熱かったな。革命4決戦1、悪くないよ。マリエ覚醒出てきたらもうちょっと本格的よ。100チャンス目1回外した、まだマリエあるよ。というか、これはもうマリエ頼むよ。おお、京都来たよ。これ行かなきゃマリエだし、行ってももうもうどう転んでもあっち。いや行かない、行くんかい、行くんかい。しかもキューマなんかい。もう一回来いよ、京都でキューマだけって最低だぞ。内臓か、いやー絶対通したい。ナイス、今日弱4いけ、よし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 、さらに弱者の分まであればいける。いやバカ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 、いけるだろ、弱者2回分だよ。ナイスナイス、あ30いったわいったわ、オッケーオッケーオッケー、あーナイス、うまい、ナイス強投でした。落とすよ、イメージ、ナイス、なんもない、なんもない、よし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 、あと1匹いってるぞ。もうちょっと最近のスーパーの下振れ帰ってくるだけでまあまあ出るんだから。ちなみに隣の台も2以上が出て、今5台あって4、5、6角と2以上が1台ずつ出てる。イメージ、頼む、マジで頼む、あと1が取れないかな、なんでいかないかな、マジでちょっとダメだな、下手だな、いやー設定ないのかな、戻ってこないかな、この辺でだー、きたー、あーたまらんぜ。ただドライブはなしね。よし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 、3つ目、ナイスお戻し、いいぞ、とてもいいぞ。チャンスゾーン 2-2 で通して、両方革命ボーナスで両方スーパーまで持ってって、もうパーフェクトプレー、まさにコンプリート。はあ最高だな、引き戻しってかっ、そう飛ばない、あー絶対終わらせちゃダメ、本当にもう最近下振れがやばすぎるんよ。どっかで帰ってくる、まあマジでやってねえからな、まあ、わー遅れた、危ねえ、もう本当にもう全部10か、これないか、さてはワンチャン20にも設定差がある可能性があるんだよな。あの3まで行った時のラストまで行った時の終わり率ね、この次の1ゲームで刺す、ナイス、飛ばないよ飛ばないよ、この台はないんか、全部10やんけ、ナイス、はあ、きたー、ただプレミアパターンじゃないから
50もあるんだよな。やっと来たよ。あー頼む、もう1ゲーム、もう1ゲーム恋愛コーヒーイメージね。初めて。あ、いいっすよ。来たー、マジで来たわ。あそこの境地聞いてたんかな。やばすぎる、天才すぎる。いや、この台だからマイナスなんよ今。これでマイナス1000枚ぐらいだから3000、だからでもこれで完走まで行くわ。いやー来たわー、あそこの一周を逃さなかった。倍乗せますかの上限値ぐらい行ったね。もう100、まあまあ十分十分十分。3500枚出た、やばすぎー。いや一撃で決めるんよ。いやーやっぱね、バルブレイブなんよ本当。カラクリだとか言ってちゃダメダメ。つまんないわ、カラクリの方がおもろい。マジでつまんねえこの台。いやーもうね、最高の気分だね。あーこれで今日勝ちだし、これ今日コンプリートしたら2万枚超えるぜ。あそこで200から300の第一停止からの強制で400いって500まで行って、いや600でもまあ600多分出ないんだろうな。もうだからこれもしこの台5000枚とかへこんでたら、下手したらもっといったまであると思うんだよね。多分これへこみからのマックスじゃないかな。いや追撃であんなずっとね、まあ、もちろん200は何回もあって300が3回ぐらいあったかな。初の400かと思いきや500まで行ったわ。どう小杖、これが俺の力だよ。いやすごいです、やっと見れます。戦略的新花火からのこの台、朝から打ってたとするよ、まあ、結果これで完走なら一緒かもしれないけど。いや違うよ、一緒じゃないよ。だってこの台だって6万ぐらい負けてて、でも朝俺筋肉マン行ったことによってプラスの状態でこの台に座ってんの。だから抽選勝ってたらもうこうなってないわけだから、展開に恵まれてるマジで。まあまあ残ってたけどな、100ゲームぐらい残ってたな。全てがレインボーなんだよな、美しいな。はい、うわ惜しい。こっからミミズに今のレバーで行ってなければいいけどね。1回だけ行ったからね。その時は確か3連ぐらいしたんや、このエンディング後に3連ぐらいして、だから行けるのかなと思ったら結果ミミズだと思われるものに行ってたから、ここで必ずしも終わるわけじゃないんだよな。2連して3回目で落ちたのかな。静寂ドライブなー、飛ばない。久々だな、5000枚の文字。やばいやばい、もうなんでな。やめかな、さすがに17の1。いやー設定あんのかなこやつ。はあ、25で帰ってきた。頼むドライブ、くそ。ああ、なるほどね、こういうところで帰ってくるのはいいよね。66まで行かずに耐えた、ナイス。 OKOKOK、 レバーオンで来るか。
あー危なかったマジで。ダメだ、終わっちゃダメなんだよ。まだ17でしょ。最近の下振り具合を考えたら、直近で考えたらそうだな、45ぐらいまで行ってもバチは当たんないな。下振りを回収するだけでそんぐらいだからな。いやマジで10しか来ないからな、これ設定差あんのかな。今19回やって、しかも引き戻しが2回あるから、引き戻しは20確定だから、それを抜いたら17分の15、明らかに異常な数値なんだよな。10の2分1の偏りではないんだよな、これ本気でもいいんだけどな。ペロン、次だな、ラッシュ20で4、5角出んかったらちょっとなさそうだよな。さすがに、いやどうせなら万枚出しときたいな。あと1000枚ちょっと、月1万枚をなんとかここで1回稼いでおきたい。ここでいっぱい買っといたらからくりが打てるんよ。ペロン、ふい、いやドライブ飛んでたらな。あー嫌だ嫌だ、はあさすがに終わりかな。あと1000枚で満枚だったんだけど、さすがに23の1ないな。ということで午後3時過ぎですね、開店9時なんで6時間経過時点の店内状況を見ていきたいんですが、なんかプロっぽい白手袋このスバがいいね。1600枚、ただここっすよ、鬼武者がもうこれ全6なんていうレベルで、まあ、もちろんね弾が出りゃいいってもんでもないんだけど、で全員弾出てるね。アベレージで多分2000枚ぐらいプラスで持ってそうな、まあまあ結構異常なぐらい出てる。これはさすがにやってる、うん、お一戦フリーズあるか、一戦フリーズあるか、ないつってな。でスマスロはちょっとね3枚がうまく見れないんだけど、あでもこのテンスラは何枚だ、あれ手で隠れて見えねえ、3000枚ぐらい持ってるのかな。まあ3000枚ぐらい出てるね、内角テンスラ裏の内角に乙女が3000枚ぐらい、原沢は今これがやってんね、これが今から多分3000枚ぐらい出るっていうのと、銭形がこれが内角にが3000枚ぐらいで、まあ、3000枚ぐらいなんだけど、この角のからくりが4、5角が出たって言ってました。はい、角が強いのかな。肉はこれ角にが2400枚、あ俺が打ってた肉も今上位に行ったわ、スーパーヒーローモードやってたから今日サマイは分かんないけど。でブブブに関しては内角がこれ3000枚弱ぐらいで、まあ、特に確定系は出てないんですけど、内角にですねこれが今満枚、逃げ切で満枚出てて、これが4、5角が出たと。あとはなんかどれもスーパーに行って、なんとね5台あってミミズ1台もないんだけど、うん、なんかでもちゃんと出てるのがとりあえず満枚が1台と。まあそんなとこかな、とりあえず鬼武者がめっちゃ強いね。あとはまあ北斗とかはまあ出てるんじゃないでしょうか、知らんけど。ということで2度目ましてのじゃらん平塚店での実戦終了ということで、はい、今日はまあ抽選こそ悪かったんですが、内角のラス1筋肉マン、まあ、5万円まではニコニコして入れると誓ってたんですが、3万3000円で2回目の AT から、まあ、A 点でね渋いなと思ってたんですけども、2回目の AT から上位まで持ってって、まあ、ただ上位あれ難しいんでね、本当に3000枚で終わりというところから、秋台町の殿下の宝刀新花火で1万3000円すって、ただその1万3000円すったことによってちょバルブレイブちょっともう辛いんでラッシュ入ってないんですけどっつって入んないんでやめますっていう台、マイナス3000枚ぐらいの台ですね、座って速攻でもう2000円で革命ボーナスからのラッシュスーパーまで持っていったものの即終了からのもう一発チャンスゾーン成功、革命ボーナスから持ってってついにやりましたね、はい、自己記録更新追撃で500乗せ
で一撃でその前任者のへこんでる分を吐き出させまして、はい、まあ、ただね結局こうして辞めてる理由は動画でも言った通りトータルで腹切りチャレンジ23分のドライブ1回ということで、まあさすがに厳しいでしょう、僕はないでしょうし仕事すら怪しいかなっていうところで、ただね一応5台あってミミズなしで右の角にが仕事角出てて俺の1個隣の内角にも、まあ、2以上出ててっていうところなんで、まあ、全6はまあ多分ないんでしょうけれども、もしかしたら全仕事で4の下振れした可能性はありますけど、まあ気分がいいんでやめようっていうことです、はい、ということで最終全部合わせて回収が8950枚ぐらいですかね、投資はあれが使えなかったんで4万2000円かな、違うもっといってるわ4万6000円、あ結構いってんな、4万6000円返してほしいな、4万6000円も返してほしくなってきたけど、まあ許す、はい、5万円まではニコニコして入れる打法成功ということで、でお店の方はねやっぱ角打ち角が結構強かったんですよね、ただバルブレイブに関しては両方の打ち角にがまあ2以上と4、5、6角 でただカラクリが角4、5、6角で銭形もなんか1個3以上で肉もねワンチャンアンノウンなんですけど分かんなかったんですけど、まあ結局上位にも入り、まああの台は分かんない、球が出てれば6でいいんじゃないのって思ったら俺がやめた台も結果あの後また今上位入って出てるんで、まああったかもしれないけど、まあ大事を取ってやめたということで、まあ結果的なムーブとしては正解でしたということで、あと鬼武者が多分あれ全6まで見えますね、この3時の時点でもうアベレージで多分3枚2000枚以上出てるんで、このままいったら多分本当に 4,5000 枚ぐらいアベレージで出ちゃうんじゃないかなぐらいで、ちょっと異次元な出方してました。まあそんなわけでちょっとまた次回ね来ることがあるか現状分かりませんけれども、抽選負けてもまあワンチャン180で入ってまあ肉取れたんで、ただ最近ちょっとからくりが打ちたくて今日ちょっと代行でね運命の一撃ミスりましたけど、あれはまあ上振れということでね、自分の分の失敗をあそこで1個使ったと思えば次はちょっとラッキーっていうことで、まあ結構荒い系、まあまんべんなくほんと設定入った感じだったんで良きだったと思います、はい、ということで今月これで結構プラス域に、まあ、まあまあマイナスだったのがこれで十分なプラスになったんで、これでまた荒い機種攻めれるんで、まあ何はともあれ抽選勝負続きますが今後もやっていきたいと思います。そんないただきチャンネル収録スケジュールこちらにございますんで、ぜひ遊びに来てください。どう小杖定時上がり9000枚、どうプロだと、プロだと思う、はい、まあ、マイキャンの時はね定時上がり1万1000枚だったんだけどね、もう一声だったんですけど、はい、まあじゃあ小杖も笑顔なんで、はい、笑顔のうちに帰ります、お疲れ様でした、うん。